はい。皆様、こんばんは。本日は当社、サクソバンク証券のオンラインセミナーにご参加をいただきまして、ありがとうございます。本日は、オプショントレード普及協会の代表取締役を務めておられます、守屋文明さん、講師に、司会進行に様々なメディアで大人気の大橋弘子さんをお迎えしまして、米国大統領議会選挙結果のシナリオから考える株式市場の反応とオプション戦略というテーマで講義を行っていただきます。こちらのページが、本日のセミナーと使用される資料についてのご注意点となっておりますので、こちら内容をご熟読をいただきまして、ご留意いただきますようお願いいたします。本日はまず、これより私の方から当社のサービスについて簡単にご案内差し上げまして、その後、守屋さん、大橋さんによるセミナーの本編に入るという流れになります。それでは何卒よろしくお願い申し上げます。はい。現在、当社では3つのキャンペーンを実施しておりますので、本日はそれらを紹介させていただきます。まず、こちら画面に映っておりますのが1つ目となります。米大統領選挙シーズン到来、最大10万円、日本円口座から米ドル口座への資金振替時の両替コストをキャッシュバックというキャンペーンです。こちらは日本円建ての取引口座から米ドル建ての口座に資金振替を行った際に通常発生する両替コスト0.25%分の金額を最大10万円までキャッシュバックするという内容です。通常ですと、こちらですね、右下に表されているように、1万円分の振替で25円、10万円だと250円、100万円だと2500円というように、両替コストが発生するのですが、こちらのキャンペーンの期間内に資金振替が行われた場合、振り実質無料になると。いうものです。現在のこの米大統領選挙期間、取引から収益を得る機会であると取られておられる方が非常に多くおられますので、こちらのキャンペーンは、そういった方々の米国市場への投資における、コスト削減させ、投資を、後押しする内容となっております。また、こちらのキャンペーンは、入金された金額を、取引で使われずとも、両替コストのキャッシュバックを受けられるため、ひとまず米ドル口座に入金だけしておこうと考える方にもおすすめのキャンペーンでございます。こちら、キャッシュバックの対象が、1万円以上の入金からであること、また、期間中にご出金とされた場合は、その分の金額を合計の入金額から差し引いて計算することなどの条件ございます。詳細はこちらからというところから、諸条件ご確認いただけましたら幸いです。はい。次はこちら、米大統領選挙に向けた第2弾のキャンペーンとなっております。こちらは当社で行っている、サクソ優待プログラムにおいて、こちら口座内の純資産や取引数量に応じてポイントを得られるというものなのですが、この取引から得られるポイント量が、期間内ですと通常の2倍になるというものです。この優待プログラムでは、獲得ポイントに応じてプラチナ、VIP などのアカウントステージに移行することができまして、より安い取引手数料で、取引できるようになるなど特典が得られることになります。現在の米大統領選挙期間を投資の大きな機会と捉え、頻繁に取引される方にとってアカウントステージ移行のチャンスとなる、キャンペーンでございますので、先ほどの、日本円口座から米ドル口座への入金時の両替コストのキャッシュバックを受けつつ、取引から2倍のポイントを得るという、2つのキャンペーンを、両方、参加していただくということが可能となっております。はい。また、これら2つのキャンペーンは、いずれも登録とは不要で、条件を満たされた方すべてが対象となります。そして、こちら最後、FX 取引におけるキャンペーンがございます。こちら、キャンペーン期間内の取引数量に応じて最大で270万円のキャッシュバックが受けられるというものです。今回は10万円通貨から、キャッシュバックが発生するという内容になっております。こちら、対象となるお客様が、今年の1月1日から10月8日まで、FX のお取引のない方という条件があり、また、このキャンペーンのみ、登録が必要となっているなど、先にお伝えしたキャンペーンとは異なる部分ございますので、ぜひこちらも、ページ内のリンクより、諸条件ご確認いただけましたらと思います。はい。それでは以上で、当社サービスについてのご案内を終了とし、セミナー本編の開始といたします。それでは、守屋さん、大橋さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。大橋ロコです。そして、オプショントレード普及協会の守屋文明さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたしはまい、よろす。しくお願いします。もう来週11月5日火曜日は大統領選挙ということで、1週間後は今日は水曜日ということで、
来週の水曜日にはもう結果が出てるかもしれないですね。かもしれないですね。ほぼほぼ決まってれば、圧勝ということであれば決まってますよね。うん、そうですね。まあ、ですから、まあ、今からその選挙までというよりは、選挙後も踏まえたようなポジションを選挙決まる前に、まあ、仕込んでおこうかというようなところもありますね。はい、はい。ということで、今日のテーマは、アメリカ大統領選挙、議会選挙の結果のシナリオから考える株式市場の反応と、オプションをどう使っていくのか、はい、ということですね。はい。はい、まあ、今日の内容としては、まあ、その選挙の動向を少しね、検討してみて、はい、で大体のシナリオというかオプション株式市場どう動くかなっていうことをオプション使って、まあ、どうやってやればいいかっていうデザインしていくということをちょっと一緒にやっていきましょう、はいはい、まずはどうですかね皆さんもういろんなところで見ておられると思いますが、まあ、基本的には赤い州と青い州決まってて、はい、この茶色いとこですよねそこだけがこうまあ、スイングステートというかね。激戦州です ね。ここがどっちになるかっていうところ。うんうん、まあもちろんこの赤になってるとか青になることもあるでしょうけど、はい、まあ基本的にはこうなってますよね。はい、で、こういうこれ、まあ270票を取れば勝つってことで、272ウィンというね、サイトがある、ね、あるんで、それを皆さんもググっていただけると、はい、自分でですね、ここがもし青になったらとかで何票になるかなとかできるんですよ。で、またこの中にいろんな予想がありまして、はいこのカルシっていうのは、あれですよね。向こうの、予想サイトというね。賭けサイト？賭けサイト。まあ、賭けサイト、金融取引所っていう扱いもあるみたいですけどね。はい、予想をですね、いろんな予想を、まあ、ベットするっていうことで。ベットするわけですからね。はい。はい、これで見ると、なんか圧倒的に赤。今強いですね。最近強くなってきました、はい10月中旬ぐらいから変わってきましたね。はい。で、まあ、これちょっと賭けなんで、少しお金誰か入れた人が多いところになっちゃうかもしれないですね。なんかわずか数人でも大口がかけちゃうと、うん、こういうふうになっちゃう。可能性があるんですね。じゃあこれが正確かどうかわからない。ちょっとわからないですね。あともう一つは538とか、はい、これはまあ、これも予想なんです。これは統計的な予想サイトっぽいですね。うん、これは若干ちょっと277なんで、270超えるかもしれない。もうすでに超えてるかもしれない。やっぱりトランプさん優勢なんですね。うん、はい。あとは選挙モデル。に基づいてシミュレーションかけて2万5000通りぐらいかけたやつがこれなんですけど、はい、その選挙モデルでもちょっとやっぱりトランプさん有利になってますね。ギリ。はい。よっぽどハリスさんは途中から人気を失ってるんですね。そうですね。ちょっと失速気味でしたね。ですね。はい。で、今優勢なところでカウントすると287対251になるんで、まあ、こうなる可能性がまずシナリオとしては高いんじゃないかと。はい。で、次に議会。ですけど上院はもうすでにまあ、共和党が取って、はい、なのであとはまあ下院がどうなるかですね。でこれもおそらくもしトランプさん行けばこっちも勝つんじゃないかと。そうなると上下院も共和党でレッドウェーブという可能性があるんですね。でこれはまあ予想とか、はい、いろんなこうで賭け事とかねそういったこととかが入ってるんで、はい、もう少しオプションチックに見てみると、はい、こちらがですね、まあ、ETF なんです。生の債券じゃないんですけど、はい、長期債券の ETF で非常に出来高が多い、一番取引されている、ETF がありましてね。はい、その TLT のちょっとオプションの、プットの値段とコーンの値段をこう比較した絵なんです、うん。はい。で、これ左側がこう、この上の方なんですけど、高いでしょ、左側がね。高いですね。で、これはプットがすごく買われてるっていうようなイメージですか。はいはい。で、下が平均の姿なんですよ。はい。で、平均はですね、若干プットが高くて 2.1% 高なんですけど、はい、今はこれがですね、9.4% にもなってるんですね、左側が。全然通常と違うんですね。そうなんですよ。で、これ前日からも 7.6 が 9.4 に上がってますんで、はい、これはもうプットがこうすごくこう買われてるってことは、はい、TLT が下がるという方向ですよね。債券の価格が下がるということは金利が上がると思ってる方が多いということで、うん、まあ、金利の、まあ、上昇を織り込んでるからこうなってる可能性があるので、はい、まあ、そのオプション的に見てもですね、プットがすごく買われてるので、はい、おそらくそのトランプさんの、まあ、当選をね、はい、織り込んで、はい、いる可能性もあるよねという、そういった感じでしょうか。トランプさんになると、減税が続けられるということと、はい、関税をかけるということと、まあ、いろいろこう政策をこう見ると金利が上がりやすいって言われてるんですね。そうですね、インフレね、もう一回になってっていうことなんで、これは、まあ、それをちょっと織り込んでるところもある。うん、なるほど。まあ、ただですね、これ
その後どうなるかってことなんですけど、はい、まあ一応シナリオいろいろなパターンがね、考えられますよね。はいはい、今のパターンだと一番上が、まあ、レッドウェーブですね。はい、まあ実際、もし、あの、現政権は大体勝つんですよね、2回目はね、普通は。通常なら本当はね。ですよね。はい、しかもなんかリセッションがあったわけでもない。まあちょっとインフレっていうのはあった分ありますけどね。基本的にマーケットの筋読みとしては、うん、現政権が勝つはずなんですけどね、ね今回。だからまあ 3のパターンが普通は、うん、普通だったんですよ、これが。はい、3だったんですね。はい、これはまあ温当というか。はい、で、こっちであのねじれてますから、グリードロックというかこっち自由できなくて、うん、民主党よりでもないし共和党もちょっと頑張るみたいな感じで、うん、まあ平穏にというか現状維持的にいくというのがこの3でしたよね、はい、話が、ところがこれ崩れて1か2になってる可能性があって、はい、こうなるとですねどうしようっていう、でたまたまハリスさんも多分当選するとしても今だと多分僅差なんですよね、はい、そうすると多分トランプさんが納得しないっていうか、またごねる可能性がありますよね、はい、ですからそういったなると今度は株式市場はまあ2020年はごねたけど、株はその後上がりましたけどね。でも今回はちょっとね、不確実性が高すぎて。はい。まあ、まあ、すでに高いし。ですよね。はい。で、まあ、総合的に見たときに、はい、基本は、まあ、上目線なんですけど、はい、一時的に、ドンと一発来ると、可能性もちょっとあるんで、今日のポイントとしては、考え方としては、下がって買いたい銘柄を使う。まあ、欲しかった銘柄を、じゃあ、下がる可能性を見越して、そうです。待ち構えておいて。待ち構えるオプションを使って、はい、でも、上昇した時に、やっぱり上昇に乗れないのは残念じゃないですか。そう。そのまんま上に行っちゃうかもしれないもんね。そうなんですよ。はい、ということなので、もうオプションで使える、非常にいい戦略があるんで、はい、まあ、一時的に下げても、その後上昇するという、一応シナリオにしてね。はい。はい、で、下がって、たら買いたい銘柄で下がったところで買うためにですね、はい、あのいわゆるターゲットバイングという手法があるんです。ターバイって言いますね。そうターバイですね、はい、まああの差し値買いですよね、はい、で差し値するんですけど、例えばまあ後で出てきます NVIDIA も今高値更新するかどうかっていうところでね、もう高いですよね。でこれが100万で下がってきたら、はい、買ってもいいと思えばね、思えば、はい、そこのターバイやるわけですよ。ターバイターゲットバイって、そうでその得たお金で、はい、コール買えばどうですか。フットを売るとプレミアムといって、まあもらえるわけですよね。そのお金を使ってコールを買う。コール上がる方にもベットするっていうことですか。そうなんですよ。あでコールね、ご存知と思いますけどオプション買うとお金出てきますよね。はい、そうコールの場合は自分が払う側ですから。そうお金払いますよね、はい。ですからその払うお金がね高いわけですよ、はいはい。人気があるやつは。そうですよね。コ、ね、ストになりますよね。そうなんです。NVIDIA なんか一番高いですね。ねでそれをだからまあ、プット売りで得て、それ買うと、はい、いうようなことをやったらどうかっていうね、そういった、まあ、ちょっとアイディア、はい。はい。ね。はい。まあ、今日はね、内容的にはちょっと中級レベルの内容なので、はい、少しまだね、オプションの学習まだ進んでないって方はね、他にもいっぱい動画があるので、過去動画見てください。見ていただいて、で、またこの動画もおそらく上がるので、はい、まあ、それを見ていただいてね、その後見てもらうというか、まあ、ちょっと今日難しい内容かもしれませんが、はい、何回もね、復習してもらえるようにお話していきますので。はい。はい。ということで、NVIDIA を使ってですね、戦略を検討してみようということなんですけども。本当に強くて、なかなか。そうなんですよ。下げてくれないんですけど、うん。はい。あと、11月のね、中旬以降に20日前後かな。はい。決算もありますね。ちょっと遅いんですよね。今週、ハイテク企業ね、決算ありますけど、NVIDIA は1ヶ月先ですね。そうなんです。はい、ですから、まあ、大統領選も、影響もありますが、まあ、ハイテクが例えば今回強かったとしますよね。はい。それはもう、NVIDIA はそこまで上がっちゃいますよね。で、もし仮に、ハイテク弱かったとしますね。はい。弱くても、多分、いや、NVIDIA だけは違うとかっていう、ね。そうで、上がる可能性がある。ですから、やっぱり上がる方向のポジション取りたいんだけども、はい。でも、まさかが、はい。ズドンと来る。はい、でズドンと来る方にまた保険かけちゃうと、うん、まあ、いわゆるその保険料がまたかかっちゃうから、そうですね、ここは発想を変えて、はい、今こう高値にいるわけですよ。下がってきて100なら買ってもいいじゃないかと思えば、はい、100のプットを売ればお金がもらえるという作戦、はい、これをやればいいじゃないかと、はい、株を買おうという前提で、そうです、はい、でこれも先ほどちょっと見たプットとコールどっちが高いかっていうね、はい、絵なんですけど、左側がこうプットで右がコールなんですけど、はい、これ左側が高いってことはプットが今高いんです。で、
高いということは、高い方売って安い方買えば、よくないですか、はい、あ、そうですよね。合理的でしょ、合理的。そう、はい。だから100まで下がってきたら買えばいいわけです。はい。だからプッと100を売る。はい。で、売ったお金で、今、比較的、まあ、プッとに比べたら割安の方を買うと。割安のゴールを。そう。買うという。プッと売ってもらったお金で買う。買うということです。あ、じゃあもうコストはほぼ。はい、イーブンになる？なるようにする。はい、ですから、まず戦略は1としてね、はい、100ドルまで下げれば買いたいからターバイやると。はい、プッと100を売る、はい。で、上昇もしっかり取りたいんで、その受け取ったお金でコールを買う。なるほど。で、プッと100売るってことは、100ドルで買う株を買う義務を負担することになります。そうですね。はい、プットの売るということは、プット買う人は株を売る権利だから、はい、プット100を売った人ってのは100ドルで買う義務を負担する。うん、で、義務を負担するからお金がもらえる。はい、そのお金を使って、コールを買う。買う、はい。ということで、100ドルで買う義務がありますから、安全にやるには1万ドルをしっかりと用意してやることになります。かける100ということですね。そうです。100ドルかける100の1万ドル用意してやる。はいはい、で、それであれば株の差し値と全く同じなので、はい、株買ってもそれかかるわけですか？そうです。はい、差し値するにもお金いるんで、はい、まあちゃんとお金用意してるんであれば、下がってもね、はい、まあ株を買う、株の取引と同じリスクになる。はい、で、この作戦でいきますと、はい、一つ例としてこんな戦略があってですね、うん、まあ、これ株価も変動してればもう適用できないんですけど、はい、現状で見るとこれ作った時の資料なんですけど、はい、株価が 141.52 の時に、はい、さっき申し上げた12月20日のプット100を売るんですよ。あ、12月20日に期限が来るプットを売る、はい、そして、で 1.1 ドルもらってるんですけど、はい、この 1.1 ドルで買える1月17日、来年の1月17日のコールを買う、210ってやつを。コストがここで揃ってるんだ。そうなんですよ。1ヶ月先のやつだと。そう。ですから先にですね、この、はい、もし100まで下がってこなかった場合、はい、このプット100が先に無効になります。はい、はい。ってことは、このコール、あとコールだけ残るんですよ。はい、はい。ああ、じゃあ、ゼロコストで買ったコール。残る。残るわけですね。で、株を買わなきゃいけない権利ってなくなっちゃうわけですよね。そうです、義務はね。義務、あ、義務だ、権利じゃなくて義務。だからこれ仮に100まで下がってきてね、うん、義務を履行しなければいけなかったら100で買えばいいわけです、うん、はい、で下がってこなかったらただ残ったコール、残ったコールだけが残って、そうなんですよ、だからノーコストでコール買ったことになって、そうなんですよ、あ、これで下がらなくてもいいやってことですよ ね、そうなんですよ、はい、っていうのがすごく面白いでしょっていうね、はいはい、こういった方があるんですよ、これ同じ例えば12月期限のやつだと、うんうん、ちょっとコストは揃わないのかな、あ、いや12月期限でもいいです、いいです、その方がコールは安く入るんでね、うん、ただ同じ期限だとね、なんかこうゼロのコストで買った気がしないので、あ、なるほど、まあ、一旦ねフリーになったよっていう気持ちでやるだけなんで、はい、別に同じ満期でも構いません、はい、おっしゃる通りそうです、はい、むしろ同じ満期の方が手前の210じゃなくて200ぐらいは買えると思うんです、安くですか、はいはい、これはちょっと長く見てるんですね、はい、年末からまた1月にかけてみたいなね、もう2ヶ月、うん、3ヶ月ぐらいありますもんね、うん、はい、まあ大統領選どうなったのかがある程度確定して、はい、そして実際にどういう行動を取るか、はい、大統領がね、うん、それもちゃんと見てから結果を見るということでちょっと長めにしてます、長めに取ってる、はい、わかりました、はい、で今のはね単純にもう下落のヘッジなしなんですけど、今のポジションにプットを買うというのをくっつけてもいいんですよ。あ、プット売るけど、うん、プットも買う？そう、これは完全にコストになります。ああ、それは買う分は払わなきゃいけない。はい、ただ、コストをかけて、今の上の事例に対して、はい、1月の25のプットを 2.9 で買うとね、はい、これ結局、1月17のコールとプット両方買ってるんで、これがいわゆるロングストラングルというポジションなんですね。ですから、上下行ってもいいポジションというロングの V のね、はいはい、形を取っておいて、はい、そのコストを先ほど言ってるターバイのコストで若干回収する、プレミアムで回収する、ね、うん、ですからご覧のように動かないかった世界ではマイナスになるんですけど、はいはい、まあだいぶ下がった時にはむしろプラスなんですよ、おだからもし万が一ズドンと来てしまって、はい、100ドル割るようなことがあったとしてもこっちから利益出てますから、はい、そのお金を利用して100株で売ってもいいし、はい、全部のポジション閉じてもいいし、なるほど、っていうふうなことができるのがこの作戦。合わせてプット買いも組み合わせると下がっても嬉しいっていうことになるんですね。ね、はい、ただこれは残念ながら動かなかった時には、プレミアム分だけ損が出る可能性がありますから、ね、まあそういう形でトレードオフが成り立ってます。はい。はい。でですね、このあたりはちょっとだんだん、難しくなってくるんですけど、バタフライっていうね、はい、作戦があります。コンドルっていうのはあ、コンドルのもうちょっとちっちゃい版ですね。バタフライですから。ちっちゃい。そう。蝶々。蝶々ですね。はい、で、
アウトオブザマネーでバタフライやるんで、はい、まあ略してアウトフライなんてね、言ったりする、はい。で、これは例えばさっきの NVIDIA の事例で言うと今141ドルぐらいで、200を買う。1単位ね、はい。で、ちょっと遠いアウトオブザマネーのオプションを2倍売る。で、それだと売りが多いんで危ないんで、もう一つ外の買いを入れることで保険かける。なるほど。だから買って売って買って売りを中2枚。なるほど。そう、はい。で、これぐらい外のアウトオブザマネーにするとですね、はい、こんな円になりまして、はい、これはターバイを入れてない絵なんですけど、はい、例えばコール200をね、はい、1.65 で、まあ1単位買う。はい、で、220、20ドル権利行使価格離したコール220を、まあ、0.78 で 2セット売る。はい、2セットを売る、ね、そうそう、2体ね、はい。で、次、今度は230を、これ10をわざと11にしてるんですけど、はい、ちょっとだけ多く買ってます。はい、ということは、買いが多いでしょ、はいはい、だから安全性ちょっと高いわけです。はい、で、かつ、これ面白いのが200と220の差は20じゃないですか。はい、で、次は10でしょ、はい、減ります。このように、わざと幅をね、こう、買いの方を手前にするんですよ。そうすると、絵がこのように、蝶々というか、右足が上がった形になるんです、こうやって。はい、本来はこれね、真っ平らなんですよ。だから、はい、こう、山があって、はい、羽があるから、蝶、は、々、いはい、なんですね、はい。で、これはちょっと蝶々がこう、斜めになった感じ。斜めですね。はい、で、しかも、1枚多くしてるんで、右肩を上げた感じなんです、こうやって。ちょっと上に、上に、はい。これがもし10だったら、これ真横なんですけどね。ああ、なるほど、うん。枚数増えてるから、1枚出してるから、そう。で、これわざとですね、はい、10枚、20枚、11枚って、すごい枚数にしてるんですよ。はい。で、すごい枚数すると、これ、うまくいったとき、例えば200を超えてきたとき、200ドルまでいったときに、これ4500ドルぐらいになるんですよ、リターンが。すごい。そう。なんですけど、下がったときのコストは、はい、これ706ドルなんですよ、これ。10セット持ってますけど、706。もちろん手数料いっぱいかかるんで、はい、手数料の問題はあるけれども、これ706なんです、はい。で、ここに先ほど言ったように、100まで下がってきたときには、株買うつもりで、ターバイやっておくわけ。はいはい、とターバイで、ちょっと遠めのターバイやれば163ドルぐらいもらえるんで、うん、そうすると、このバランスから考えたら、543なんですよ、コストが。コスト543に対して、リターンが、その200をターゲットしたときね、これ1月なんで、来年の1月で200を超えてくるだろうという予想のもとであれば4500ぐらい。すごい。そう、だから5対、まあ1対8みたいなね。はい。1対9か。すごいじゃないですか。こういう、そのアウトフライ、そのアウトオブザマネーの安いオプションを使って。オプション使うと、そう。いけばね。そう、いけば。いけば。いかなくても、これぐらいの負けで済むんで。はい。で、もっと言うと下がったら100で買えばいいわけだから。はい、そもそもはね。っていうような戦略もあるよということ、ね、ちょっと夢がある、そうです。あるということですね。はい、で、これ、はい、3セット使わなきゃいけないので、もう一つね、はい、似たような形で、はい、キジ化とキサキをですね、キジ化売りキサキ買いっていうポジションを組むことでもできるんですよ。同じようになるんです。あ、オプションの。はい、そうです、はい。だから12月のオプション使って、はい、1月のオプションも使って、はい、キジ化を売ってキサキを買うみたいな、これカレンダースプレードって言うんですけど、はい、そういうやり方でも似たような絵が作れるんで、ちょっと見てもらいましょうか。はいはい、これは、だいたいこの225ぐらいある。225ぐらいのね、うんうん、ところに山がこう来るんですけど、はいはいね、これは、1月のコールの225を売って、はい、2月のコールを買ってるんです、はい。で、これも先ほどちょっと同じように、工夫してるのが、はい、225を売ってるんですけど、はい、買う方は220にしてるんですよ。手前にしてるんです。価格をちょっと手前にしてるんですね。はい、だからこれが買いなんで、それが言えばこの売りの保険になってる感じ。はい、で、かつ、1枚ちょっと多めにしてます。1枚そうそうそう。ちょっとだけね。はい、そうするとこのような形で、ご覧のように、上に上がれば上がるほど、グラフがこう上に持ち上がるような絵になります。で、225ぐらいまでいけば、はい、最もいい利益になる。はい、だまあそれ大体今ターゲット200といってるので200くらいの時の、まあ、利益を見ると6400ぐらいの予想利益が予想されているので6400すごい、ね、そうなんですよ、はい、ただこれ入れた時1340にかかってるので、はい、まあターバイを入れて少し回収したとしても、はい、まあ1000ドル以上かかっちゃうんで結構そこそこコストもかかるんですね、うん、このやり方はただこれ10枚にしてるからであって、はい、これ半分にすればあまあこれが半分ぐらいでこのリターンも半分ぐらいになるので5枚でって、ね、そうですね、はいですから今日ね、お話しているのは、下がった時は、利益出ないんです、はい、あんまり、はい。で、大暴落した時には、ターバイ買えばいいし。はい、
で、上がる方向に一応シナリオを考えてるんで、はい、まあ、ターゲット200まで行った時には大きなリターンが出るような、そういった作戦なんですね。はちょっとこう形が変わるのは面白いですよね。そうなんですね。現月を変えることと、うん、そうです。はい。ですからこのグラフの見方もね、やはりもう理解していただきたくてね。はい。これ先ほど見たように右行けば株が上がった状態、はい、左は下がった。はい。上下は損益じゃないですか。はい。だからこのグラフとしてはこれは満期の時の絵なんで、うん、この青い点線がね、こう上昇の絵になってるわけで、はい、これがだから株と違うそのいわゆるその非線形っていうもうあの非対称性というか。はい。左側が少なくて右が多いっていう絵が作れるっていうのがオプションの。オプションの面白いところです、ね。そうなんですよ。プレミアムの動きっていうのがね。そうなんですね。だから、はい、株と違う動きをして。そう、普通株はね、もうリニアというかね、はい、もう上がるか下がるかしかないけども、うん、オプションの場合は、こーっと上がるっていうね、はい、うん。そういった絵が描けるっていうのが面白いところです。はい、で、その右肩上がりになる方法として、今日ご紹介したのが、アウトフライっていうね、こういうふうに1、2、1にするパターンと、はい、カレンダースプレッドって言ってね、アウトオブザマネーの遠いところのコールオプションの期次買い、売り先買いをやるというこの2つをね、はい、今日はご紹介しました。なるほど。NVIDIA 使ってね、使ってこういうこともできますよってことなんですね。できるということですね。はい、で今申し上げたように、うん、でも元はね、その複雑なことをやらなくてもいいんですよ。やっぱり元としてはもうこれです。基本はここですよ。100ドルまで下げれば買いたいんで、はい、プッと100を売ると。ターゲットバイイングですね。でそのお金で、はい、コールを買うんだ、はい、でこの時に少しコールを安いの買えば、はい、その分プレミアムも残るんで、はあ、ちょっとだけは残るちょっとだけの利益、うん、が出るかもしれない、はい、そうですね、こういった方法がある、はい、でこれをですねいろんなところに、まあ、今日ね、はい、当てはめてみたらどうかということで、はい、他のマーケットですか、他のねもので見てみましょうということで、はい、例えばラッセル2000、あ、中小型株ですよね、うん、で今回ね、はい、これはちょっと過去の前回と前々回のでちょっと見てみましょうか。はい、これは2016年が例の、はい、トランプさんが誕生した時ですね。した時ね、はい、この時11月の頭選挙前が117ドルだったんですよ。おでこれが年末には134ドルまで、15%。上がったんですね。で2020年はね、バイデンさんが、はい、当選した時、はい、この時は 155.75 だったものが 196.16 で 26% 上がってるんですね。バイデンの時の方が上がってる。上がってるんですよ。うん、だからもう予想はね、もう当たらない、わからないって感じなんですけど、でもその時と今違いますから、はい、やっぱりセオリー通り行って、そうならないこともあるっていうね、はい、やっぱりまずセオリーを抑えた方がいいよね、はい、ってことですよね。はい、で、まあ、今回は一応、まあ、金利がちょっとくすぶってますが、下がれば、はい、もしかしたらいいかもしれないし、そうですね、規制緩和、まあ、お金が入ってくる可能性はどうですかね。そうですかね、うん、中小型市場っていうのは金利高に弱いということなんですが、うん、はい、規制が取っ払われればね、うん、一番飛躍的に10倍になったりするような銘柄群ですけど、はい、ってなるとちょっとさっきやったいわゆるそのアウトフライとかね、遠いとこっていうか、いや、そうそうそう、やってみようかってことで、これ当時ですね、これ、はい、これ2017年だから、これはあれですね、2016年の場面ですね。あ、トランプさんの 時、ね、時ですね、はい。で、これアウトフライやってたんですけど、はい、実際スタートした時ですね、これ、はい、2.73 のものが 23.92 になってますね。これ39ドルと6ドルと3ドルですごく安いんですよ。そうですね。そう、10枚、20枚、11枚買っても、273だけしか買ってないんです。はい、安い。そうなんですよ。はい、でこのやり方だとすごいコスト下げられるんですよ。もちろん手数料すごくかかりますけどね、はい。で、これがですね、この後上がっていって、年末には 23.92 まで行きましたから、ね、10倍ですね。で、同様にこれが2020年ですか、はい。2020年の時の絵ですね、これが。はい、これも先ほどみたいに10対20対11にして、バイデンの時ですね。そう、180、190、はい、ここの幅は10ドルで、190と190は5ドルにするっていう、さっきの NVIDIA でもやったやり方で、はい、アウトフライやってると、これ529でした。はい、だ529で入って、はい、これが5459ですから、これも10倍以上ですね。これ面白いですよね。はい、あとこれがアウトのカレンダースプレッド、現月を変える、そうそうそうですね、はい、これ190ぐらいをターゲット、これ2020年の方なんですけど、はい、だいたい 20% ぐらいの上昇率を見込んでて、はい、20% でもし組んだとしたらこうなってましたということで、これもコスト749だったのが、はい、8471ですから、はい、まあ
すごい利益ですよね。すごいですね。まあ、こんな風に右肩上がりのポジションで、はい、でもコストをね、できるだけ小さくするということができるんですよっていう話でした。はい、組み合わせることでそのプレミアムを活用する、はい、ということですね。はい、はい、っていうような形でですね、まあ、実際そのラッセル2000が2016年2020年はこのワークしましたということなんですけど、これ上がったからであってね、はい、下がった場合はこのコスト通り損をする可能性は十分あったということです。はい、うん、今回はもうどうでしょうかね、どうでしょうかねということですね。はい、はい、ということで、まあいろんなパターンがね出てきますが、はい、まあ、先ほど言った IWM を今やったらどうかということね、はい、今 218.89 ですわ、はい、でこの過去 15%26% なんで、まあ、20% ぐらいのリターンをね、うん、ちょっと期待してやってみようと、はい、いうことで、まあ、先ほどの一つの例としてはこれだよね。組んでみますか、うん、20% 上の265のコールを売ってね、はいはい、で2月のその1個手前の260ぐらいのコールを買うという作戦ですね。1月と2月でこうやって買えるんですよ、はいはいはい、そうするとグラフはこう右肩上がりが作れて、ね、素晴らしい。で、まあ、10枚11枚やった時にこれコスト849なんですね。うん、でこれはターバー入れてないんで、はい、もう849がもう純粋にかかるんです。下がったら負けます。849負けます、はいはい、ただご覧のようにリスクリターンを考えた時にね、849失うんだけども、はい、上に上がった時にはこれターゲットの265までいったとすると、まあ、これ見ると6918ですか、年末に。そんなになる、うん、なるんですね。これ面白いでしょ。はい、こういうふうな戦い方があります。はい。はい。で、ちょっと注目はですね、長期債の。長期債、うん、はい、20年の。以上のね、はい、ETF なんですけど。ETF、はい。さすがに金利もう一発来るかもしれないけれど、今もうだいぶそこなんですよね。要するに債券価格がそこ、そう、そこで今、TLT がだいたい今90ドルぐらいなんですけど、はい、まあ、80まで行くかもしれないですよね。足元金利が上がってるので、うん、TLT 価格は下がってます。下がってます。下がってます。はい、下がってる上にボラティリティは上がってます。はい、だからボラティリティ上がってるんで、うん、プットが高いんですよ。あ、下落を今 ね意識したら、意識してます。ね、はい、ですから、80まで下がればね、買ってもいいんじゃないかいい、ね、ってことですか、はい、ただ、共和党なしで、その他のシナリオだったらどうですかね、金利巻き戻し起きませんか、少しは。起きると思います、ね。ちょっとだって利下げ局面なのにこんなに金利が跳ねてるっていうのは、ね、はい、アンバランスですよね。ちょっと大統領選に向けて張ってる人たちがいるなってことですよね。はい、ただまあそれでもね、一旦トランプさん当選した場合には、はい、インフレ懸念から一時的にまたもう一発ね、瞬間的 に、もしかしたらちょっと金利が急騰する可能性があって、じゃあ TLT は下がると、はい、で下がってくれたらそこで80で底値で買いたい。ターバイです。はい。ということで、もう一段下げの可能性でプット買いをしておくと。あ、プット買い、ごめんなさい、嘘でした。ターバイですね、ターバイです。はい。80で買いたければターバイすると。はい。で、巻き戻しでコール買いしておくと。はい。ですね。そうです。そんなに金利上がるのおかしいよっていうことですよね。ね。巻き戻されるでしょう。でしょうっていうことです、はい。だからこれ取りたいわけですよ。はい。ただ、もう一段下げたときに、はい、ターバイやるとしても、まあ、プットが効いてくれれば、ターバイの分のコストを少しやっぱり、これ、賄えるじゃないですか。はい、はい。だから、両立てしとこうかっていう作戦ですね。ああ。で、これが、まあ、原則、これがさっき言った、下落ヘッジなしはね、はい。プットを売って、はい。で、売ったお金で、コールを買うと。コールを買う。っていうのは、こういう絵ができますよっていうね、はい、さっき見たように。巻き戻しが起これば、この緑で取ってね、うん、下がれば下がったとこで、まあ、ターバイで買うと。はい。もう買うこと前提です、この場合は。そうです。はい。で、もう一個は、こういうですね、はい、これは前の時の、この場でも説明したんですけど、はい、どっちかわからないんで、こういう、どっち行ってもいいっていう、これコンドルですね。上がっても下がってもコンドル、ね、コンドルですね。そうです、はい。さっきバタフライでしたよね。はい。これはコンドルですね。じゃあコンドル。うん、で、あと、向きが逆になってます。これはどっちかというと大きく動けばいいので、はい、このように、どういう絵かというと、まず、プットのですね、はい、85ドルあたりのプットを買ってるんですよ。はいはい、で、下はまあ80がそこだろうと思ってるんで、80を売ってるんですね。はい、で、上は、はい、そうです、そうです。で、上は95を買って、はい、まあ、なんだかんだ言って100までいかんだろう、そう簡単にいかんだろうとね、うん、いくら巻き戻しても、時間かかるだろうと。
いうことで、まあ、これだと98ぐらい買ってますかね。はい、売ってますか、売ってますね。となると、このように、この手前を買って外を売るというのが、まあ、あのコンドルのやり方なので、はい、まあ、下がっても、上がってもよくて、はい、動かないのが一番嫌だっていうことですよね。ただこの動かない時のコストをターバイで賄えばどうですか、うん、ああ、プット売りで。そうです。はい。で、これはもうちょっと長めのプットにします。来年の9月ぐらいまでのプットを入れておきます、はい。はい。で、もし金利下がらなければこれも全部無価値になるんで、はい、金利が上がらなければ、債券が下がってこなければこれ無価値になるので、この間にかけた、大統領選にかけたこの128ドルのね、コストはこれで賄う作戦です。プットで賄う。はい。で、実際80まで下がってきたら、来年の9月に、はい。その時はもう TLT 買いましょう。買えばいい。そうです。だって安値で買えるんですか？そうなんですよ。いいですよね。はい。で、やると、ここの部分の損が出るところのコストをね、うん、このターバイで賄っているから、はい、最終的にはこの部分がなくなって、はい、上に上がった時に利食いしてたりとか、下がった時に利食いしてれば、その分は利益になるじゃないかという作戦です。はい。はい、なるほど。うん、長期債のETF を使ってこんな戦略もあるということですね。あるですね、はい、トランプさんっていうと、うん、やっぱりエネルギーですかね。っていうね。ですよね。あの、ベイビードリルベイビー。うん。ですね。あれ、ドリルベイビードリル。その、持って掘って掘りまくるやつですね。はい。と、はい、いうことで、こちらはですね、まあ、上昇するだろうというふうに、一応シナリオではあると、はい、いうことなので、もう今回のパターンですよね。はい、上昇するんであれば、まあ、あの、上昇向けのね、はい、コール買うんですけど、コールですよね。そう、はい、買うんだけどもコストがかかるんで、うん、まあ、買ってもいいラインでコストはどこかでプット売りで賄おうかと、あ、プレミアムをもらおうかなという、はい、そういうことですね、はい、で85ぐらいまで下がればですね、はい、まあ、今の底値に近い、とこなので、まあ、このターバイを入れとくというのが一つね、うん、でこの場合ちょっと手前にしてます。12月に入れといて、1月を買ってます、はい。基本的にトランプさんになった時には、このプットは多分無効になって、これ上にビュッと上がっていくだろうと思っています。はい。ですから、まあこのシナリオで。うん、で下がったらしょうがないから株にします。で、あと株にした場合はですね、ここにあるように 3.2% なんですよ。イールド、あの、配当利回り、あの、分配金利回りがいい。ああ。なので、これもらいながら、はい、まあ他の回になりますけど、カバードコールやったりとか、はい、下がった時っていうのは、多分このようにグズグズなんですよ。あの、下がった時はね、はい、あの横になってしまうんで、そうすると、まあ株になってしまったらカバードコールやることで、はい、少しでも、はい、配当分配金もらいながら、オプションプレミアムも稼ぐっていう作戦に持ち込む作戦ね。はい、うん、が一つですね。まあ配当があるってとこですよね、本当に。そうですね、分配金がね。分配金があるっていう。はい、さっきのあの、はい、TLT もね、4% ぐらい今は下がってきたんであるんで、そうか、そうなんです。だからまあこういう形もあるし、うん、もっとトランプさんの当選をね、期待して、そしてエネルギー追い風っていう部分をね、はい、もっとまだ織り込めてないから、もっと織り込むだろうというふうにしてやるんだったら、さっきやったように、あの、アウトフライとか、はい、アウトカレンダーってやつができそうですね。もっと上がると思うなら、110ぐらいのね、とこのね、はい、コールを打って、はいはい。そしてその手前のね、手前ってのはごめんなさい、110よりももうちょっと内側の105の権利行使価格の航路を買ったりしてね、はい、上に強い形を作っておくわけです。で、このようにアウトオブザマネーの遠いところの使えばですね、はい、コストすごく安いんですよ。うん、そうですね。ですから778、まあ887なんですけど、はい、さっき申し上げたようにターバイでね、いくらか回収しておけば、はい、まあ、全額じゃなくてね、778にできる。うん、で、これがですね、まあ、その12月の頃に110だったとすると、はい、だいたい5500ドルぐらいのリターンの可能性があるんでね。おー、すごい。まあ、これは8倍ぐらいですかね。はい。だから、リスクリワードが1対8というのは非常にいい、ね、うん、形をしてるんじゃないかなと思うわけなんです。はい。まあ、そう、こんな風にですね、さっきの検討したのと同じことができるんで。はい。エネルギーセクターというのも、まあ、トランプ銘柄としては注目ということで、そうですね、今はちょっと冴えないけど、すごく可能性はあるよ、あるよってことですよね。で、もし下がって株になってしまった場合は、はい、分配金もらいながらカバーどころに持ち込んでね。そうですね。プレミアム持ち込んで。もらいながら少しこう、はい、まあ、横横銘柄をね。それをまあ、でも動かない方がいいですよね。そうですね。カバーどころするときは。そうです、そうですね。はい、まあそういう形に持ち込むっていうのも手ですよね。はい。はい。あとは、
そうです。今もすごい上がってきたみたいですよ。すごい上がってるんですね。なんかトランプさん優勢なのかなっていうのを思わせる。うん、そう、これも、あら、はい、ね、匂わせますよね。はい。で、我々日本人はですね、暗号資産関連の暗号資産自体をですね、株式と ETF で買えないので、はい、その暗号資産と、まあ、連動性高い個別株を買えば、はい、暗号資産に投資したことができるということで、はい、他にもコインベースとか有名なとこあるんですけど、ありますね、ここはまあちょっとマイクロストラテジーですね、はい、これも一つパターンとして考えられると、はい、あ、じゃあ今上がってきてるんですね、うん、これで、この場合はこの銘柄は上がるだろうけれども、うん、下がった時に買いたいかっていうとちょっとわからないので、ボラテリティ高すぎて、はい、こういう時はターバイじゃなくて、はい、さっきのもうリスクリワード1対8とかを狙う作戦に切り替えて、はい、右の方の遠いところのね、コールをアウトオブザーマネーのアウトフライとかね、はい、カレンダーとかね、はい、そういうふうにすればいいんじゃないかなっていうことで、はい、これが先ほどから言っている、はい、今これ株価がだいたいいくらぐらい、これ230何本でしょ、はい、300ぐらいですよね、ターゲットは、うんうん、ですから、これはちょっと近い、これはあの急騰狙いですね、11月のコール305、まあ、11月ここまで来るか分かりませんけど、はい、305を売って、12月のコール300、その300よりもちょっと手前のコールを買うと、はいはい、このように、あの、右山が作れるんです、こうやって。はいはい、これ右山作ることで、こう上昇を狙いに行くと。はい、で、これはあの、1セットしか入れてません。ちょっとね、やっぱコストがね、だいぶかかるんですよ。ボラティティ高いくて、ね。そうですね。そう。だから1セットで1110ドルぐらいいるんで、まあ、その場合は、この300まで来たときには、はい、まあ、同じぐらいかな、うん、100% ぐらいですかね、はい、だからさっき言った4倍とか400とか800になりませんけど、はい、まあこういう方法もあります、はい、まあ一つね、一応まあ一つトランプ銘柄としてのアイデアということで、そうですね、まあ、これが一番おすすめってことではないですね、うん、はい、まあ、こういったこともできますよということでした、いうことですね、はい、はい、ってことで、まあここまでね、いろんなパターンを見てきたんですが、カオス、まさかのまさかのカオス、どうですかね、まあ、あんまり考えたくないですけど、うーん、あのやっぱり想定していたこととは違うことって起きますからね、あの日本の総裁選もそうでしたけど、ね、っていうことが起きましたから ね、起きますよね、はい、でこの後、まあいい方になればいいんですけど、はい、まあ、一応ねカオスっていうかね、はい、まあ、一つボラティリティが急上昇して大荒れ相場になる、うん、なる可能性はすごい低いけど、まあちょっと入れとくかっていう感じ、あ、そうなった時のために、うん、はい、で過去が参考になるんですけど、はい、例えばリーマンショックの時にビックス、これ指数ですね、ビックス指数がですね、はい、最大で 96.4 までいったのかな、わ、これ今だいたい20とかいったら高い方なんですよ、そうですね、そう15とかぐらい、14とかね、はい、13ぐらいがあの平穏な時の数値なんですけどね、はいはい、それが96ですからね、これはもう大惨事です ね、 大惨事、あ、そうなんですよ、はい、みんなやられたっていう感じですね、リスク資産、はい、でこれあのビックスの先物ですね、はい、指数ではなくて指数は取引できないので、うん、先物で取引できるんですけど、はいはい、先物はですね、あの、まあ、ちょっとね、動き方が指数と違ってて、やっぱこうやって急騰するときって急激に下がるんで、はい、先物はちょっと先を織り込むので、若干その動きが悠長というか、ちょっと遅いっていうかね。はい、なので、まあ、先回りしてるのか、あるいは、あの、ビックスとちょっと計算方式が違うから、どうしてもね、あの、先物と同じように動かないんですけど、それでも 67.89 までいったんで、はい、先物を使ったヘッジがですね、効いた可能性があります、はい、この時、はいはい。通常は、15とかしかないものが、68ぐらいの、一気に4倍、5倍になるわけでしょ、はい、だから、まあ、株が大暴落して、5分の1にはならないですね、あんまり。その S&P500 とかが。そこまでは。いかないですね。半分。はいくかもしれないですけどね。うん、で、これは5倍とか4倍とかいっちゃうんで。なるんですね。そうなんですよね。あともう一つ、ちょっとすごい例としてはあれですね、コロナショックでしょうか。ああ、パンデミック。はい。はい、この時は一気に3月ですか、2020年の3月頃ですね、85.47 まで指数は上がってます、はいはい、でこの時先物 もですね、同じぐらい上がってるんですよ、あ、その時は先物 も結構動いたんですね、そうなんです、まあ、先物 の満期が近いか近くないかとかにもちょっと連動性が変わってくるんで、はい、なんとも言えないんですけど、はい、まあ、今回たまに例えばこれね、今回の、まあ、ちょっとまあルールだけ言っておきますと、はい、ビックス先物っていうのはビックス指数で生産します。はい。で、ビックスオプション
というのも同じようにビックス指数で生産されます。はい、なので、結局、見てるのはビックス指数なんですね。はいはい、で、まあ、先物は取引できないので、私たちは。ビックスオプションを使うんですけど。はい、で、まあ、ビックス指数というのは、S&P500 の SPX オプションから算出されてまして、まあ、一般的にご存知の通り、株価が大暴落すると、ビックスがポンと上がるというね、はい、関係になります。で、ビックス先物というのはこのビックス指数で生産されるものですから、はい、ビックス先物 もやっぱりビックス指数に合わせて動くわけですよ。まあ、大体同じ。同じように動くんです。方向性が一緒。まあ、全く同じにはならないけれども、うん、同じように動くわけですね。はい。まあ、いわゆる相関は高い。はい。うん。ということで、まあ、いわゆるビックスがボンと上がるとね、もちろんビックスコールオプションも上がるわけですよ。はい。うん、コールは、原資産が上がるとね、はい、値が上がる方向のものですよね、はいはい。だからビックスの値が上がると、指数が上がると、ビックスのコールもドーンと上がると。じゃあ、ビックスオプションのコールもちょっとぐらい、うん、そう入れとけばいいじゃんっていう話です。持っとこうかなっていう、ね、そうですことですか、はい、はい。ですから、ビックスコール買いが市場クラッシュリスクヘッジに使えるかもねということでした。はい。はい、で、まあ、オプション慣れてない方は、この表を見るとちょっとうんざりするかもしれないんですけど、ね、価格表です。そうですね。はい、真ん中にこの価格表、権利行使価格がありましてね。はい。まあ、12月ぐらいにしてますけど。はい。コール40がですね、これだとこの 0.8 のアスクと 0.74 のビッドなので、うん、まあ、中値取ると 0.77 でしょうかね。はい。で、0.77 ってことは77ドルなんです。はい。支払いがね。100倍にする。から77ドルね。はい。0.77 の100倍なんで、77ドルが支払い。はい。だいたい1万円ぐらいですか、今。ね、で、1万円で保険かけれるんですよ。まあ、それでいいんだったらね、はい、かけっぱで。そうです。で、もし、80までいっちゃったら、うん、これコール40なので、はい、80-40 のこの40の受け渡しになるんです。わー、すごい。100倍なんで4000ドルもらえるんですね。そう。4000ドルって言ったら、まあ、60万円ぐらい、今だったら。すごい。そうすると、1万円でね。60万円になるかも。まあ、80だからね。まあ、買わざるよ。80までビックスが上がれば、ってことですね。そうですね。だからもうカオスでとんでもない世界になった時でも、こういったのはちょっとあるとね、うん、まあ安心料としてはどうでしょうかということで、はい、まあ一つね。掛け捨てでもね、そうですね。1万円ぐらいで。はい、でこれは砂金決済といって、はい、満期で金額もう受け渡しなんで、はい、買ったりしなくていいんでね、はいはい、うん、最初に払ったお金以上に用意する必要はないんですよ。ないということですね。はい。だからこういった指数のね、オプションも使ったりして、資産を守るというのも一つの手じゃないでしょうか。はい。ということで、いろんなアイデアを出していただきました。うん、そうですね、はい。詳しい説明はね、なかなかできませんでしたけど、はい、まあ、アイデアのね、まあ、カタログとしてね、はいはいはい、見てもらって、はい、興味があればね、少しこう突っ込んで勉強してもらいたいなと思いまして、はい、今日はね、お話しました。はい。